カザフジチソビエト社会主義共和国、またはカザフアスアはロシアソビエト連邦社会主義共和国内の自治共和国として1925年から1936年まで存在した。1920年8月26日にロシア s FSR 内にキルギス自治ソビエト社会主義共和国として設立され1925年に カザフジチソビエト社会主義共和国と改名された。1929年にアルマトヨーシトとした。1936年12月5日にカザフソビエト社会主義共和国に昇格した。1932年に西の北西にカブボルガに接していてミドルボルガと北東にウラル山脈、西シベリア、南にキリギスジチソビエト社会主義共和国で 南東に中華民国があるキルギス SSR の名前を変更し1925年に設置された1927年5月に共和国の首都はアルマータに移動した1928年8月ではすべてのカザフスタンの自治州を排除しその領土は13の軍と地区に分かれた1932年3月には共和国の領土は 6つの大きな領域に分割された。1934年12月に北西の小さな領域は新たに形成されたオレンブルク領域に引き渡された。ソ連の新憲法が1936年12月5日に採用され組合共和国に昇格し、カザフアスアは消滅した。1931年創生産における 製造のシェアは36.8%である。し草畑が10万ヘクタール95万人の牧草地40万ヘクタールを1931年に4000万人以上の工作に適した土地にした。第5可燃計画の開始時にカザフスタンはソ連に穀物の10%を諦めた。1932年に66%の農場や ハッシュ面積の85.6%の集団農場並びに組織約300国営農場の牛の大半が集団農場化した。1932年に鉄道の長さは5474キロであった。ありがとうございます。